ヘンリー・マヌエル・メヒアは、ドミニカ共和国、アスア州アスア出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットン・ファーマーズ所属。ドミニカ共和国、アスア州、アスアで生まれた。2007年4月4日に、ニューヨーク・メッツと、総額5300万ドルの4年契約を結んだ。ルーキー級。 ドミニカンサマーリーグメッツで14試合に登板し、2勝3敗、1セーブ、防御率2.47だった。2008年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツで3試合に登板し、2勝0、敗、防御率0.60と高騰。7月に A-9 ブルックリンサイクロンズへ昇格。11試合に登板し、3勝2敗、防御率3.49だった。 2009年は AA 級セントルーシーメッツで9試合に登板し、4勝1敗、防御率1.97だった。6月に AA 級ビンガムトンメッツへ昇格。10試合に登板し、0勝5敗、防御率4.47だった。2010年4月5日にメッツとメジャー契約を結び、4月7日のフロリダマーリンズ戦でメジャーデビュー。6回から登板し、 一回を投げ3安大一失点だった。6月20日に A 級、ビンガムトンへ降格。登録枠が拡大された9月1日に、再昇格した。この年は33試合に登板し、0勝4敗、防御率4.62だった。2011年3月3日にメッツと1年契約に合意し、3月15日にトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動した。 トリプル A 級で開幕を迎えたが、4月29日のロチェスター・レッドウィングス戦で、右肘の人体帯を断裂し、数日後とミー・ジョン手術を受けシーズンを終了した。2012年3月4日にメッツと1年契約に合意し、3月15日にトリプル A 級バッファローへ移動した。A 級セントルーシーで復帰し、5月に AA 級ビンガムトンに昇格。 5月下旬に、トリプル A 級バッファローへ昇格した。トリプル A 級では26試合に登板し、3勝4敗、防御率3.54だった。9月3日にメジャーへ昇格。9月24日のピッツバーグパイレーツ戦では5回を投げ、4アンダム失点4夏三振と高騰し、メジャー初勝利を挙げた。この年は5試合に登板し、1勝2敗、防御率5.63だった。 2013年3月3日にメッツと1年契約に合意。3月31日に右ひいちの故障で15日間の DL 入りし、5月13日に60日間の DL へ移動した。7月26日に DL から外れたが、8月18日に再び15日間の DL 入りし、9月7日に60日間の DL へ移動した。 この年は5試合の登板にとどまり、1勝2敗、防御率2.30だった。オフの10月31日に、DL から外れた。2014年3月3日にメッツと1年契約に合意し、スプリングトレーニングに参加。4試合に登板し、0勝1敗、防御率2.70の成績で、ジョン・ラナン、松坂大輔との先発ローテーション争いの中、 先発後番手に選ばれた。しかし、シーズン途中より、トミー・ジョン手術のために離脱した、ボビー・パーネルの代役として、クローザーを任され、最終的に28セーブを挙げた。2015年も、抑えとして期待されたが右肘を故障し、故障者リスト入りした。4月11日、ドーピング検査にて、筋肉増強剤の一つであるスタノゾロールの陽性反応が現れたため、 80試合の出場停止処分を受けた。7月7日付で出場停止は解除された。7月28日、薬物検査でスタノゾロールとボル、デノンの陽性反応が現れたため、MLB は162試合の出場停止処分を言い渡した。これらの影響により、この年は7試合に登板しただけで、防御率0.001勝7.0イニングでに、死休、 7脱三審という成績を記録したに止まった。2016年2月12日、MLB はメヒアを3度目の薬物違反で永久追放すると発表したドーピング違反での永久追放は初めて。ただ、契約が満了するまではメッツに所属することとなる。2018年7月6日に2016年より課せられていた永久追放処分を メヒア自身が十分に反省していると判断した MLB 機構が解除したと発表した。同年は球団施設での非公開練習に限定され2019年から球団に所属してプレーすることが可能になる。2018年11月20日にメッツから放出された。2019年1月30日ボストンレトソックスとマイナー契約を結んだ。ボストンで スプリングトレーニングを過ごした後に、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスに配属され、A 級ポートランドシードックスや、A、A-9 ロエルスピナーズでの試合にも出場した。シーズンの成績は、55回と1、3回を投げて58、脱三振を記録したが、2勝8敗で、防御率6.02だった。2020年2月7日にメキシカンリーグの ラグナユニオンコットンファーマーズと契約を結んだ最速100マイルのフォーシームが最大の武器。変化球はスライダーとチェンジアップを持つ。ありがとうございます。